ゆらりです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日は一人なんですけども、この3月をもちまして私はピンクラテ TB を卒業します。この2年間を今から振り返っていきたいなと思っています。まず2年前ですね、初めてピンクラテ TV のメンバーと会った時、その時はピンクラテの特集の撮影の日だったんですけど、おはようございますって初めて会った時に、まずアリアが椅子に座ってたんですよ。人形みたいな子がいると思って、しかも全く喋らないし、なんかみたいな感じでちょっと話しかけてもぐらいなんですよ。すごい喋らないこの子って思って、なんかそういうアリアの印象が強かったです。めちゃくちゃあとはちょっと緊張したんですよ、やっぱり初めての撮影で。姫香とくりももちゃんはオーディションで会ってて、初めましてではなかったんですけど、アリアが初めましてで、私もともとくりももちゃんのことをインスタとかでちょっと知ってたりしたので、本物だみたいな感じで思ったりとかしてましたね。あとはなんか寝っ転がって撮影したんですよ、その日。その時も結構緊張してるんで、寝っ転がったままみんななんか喋らないみたいな。なんかたまにちょっとこの体勢きついねみたいなこととか言ったりとかしてて、そういう話しかしなかったんですよ。第一印象みたいなところとかで言うと、くりももちゃんは本物だっていうのと、あとはなんて大人びてるんだろうって、私の1個上なんですけど、本当に1個上かなっていうぐらい大人っぽくて、すごい頼りがいがあるというか、しっかりしてるなっていう印象でした。姫香はお嬢様みたいな格好してたんですよ、その時。すっごい可愛らしい子で、めっちゃ細いなっていう風に思ったのが第一印象なんです。アリアは、まあ、さっきも言ったんですけど、色白くてお人形さんみたいで喋らない子みたいな、結構人見知りでおとなしい子なのかなとかって思いましたね。ユナイコの第一印象は、ユナちゃんは可愛らしいのにどこか大人っぽい、なんかすごい慕ってくれてて、私のことゆらりちゃんみたいなりなり頑張るっていうのをちょこちょこ言ってくれてて、そういうのをやっぱ聞いてすごい嬉しいし、私もっと頑張ろうみたいなっていうふうに思います。髪の毛綺麗、サラッサラのストレートみたいな、羨ましいなって思いました。髪の毛ちょうだいって何回か言いました。いやでも怖いですよね、そんな会って数回したから髪の毛ちょうだいとかって言われたら、えってなりますよね。あと八重歯とエクボが可愛いなって思いました。エコちゃんは大人っぽいって思いましたね。アリアと同級生なんですよ。アリアが幼いとかっていうことじゃなくて、エコちゃんがすごい大人っぽくて、客観的に見てる感じがしてすごいなって思いました。今となってはすっごい不思議ちゃんっていうか、でもなんか面白くてアクセントになるみたいな感じですね。2人はとても頑張るぞっていう気持ちがたくさん伝わってきて、私としてはとても嬉しかったです。それがみんなの第一印象です。YouTube のこのピンクラテ TV の撮影についてはマネージャーさんからの連絡で、今度の撮影の時に4人の自己紹介動画を YouTube 用に撮りますみたいな連絡が来て、ある女性の方が YouTube の担当させていただきます、よろしくお願いしますって言って、私たち4人を迎えに来てくださったんですけど、その方がピティさんでした。私の頭の中はピンクラテのチャンネルがあって、でそこで私たちの自己紹介動画をウェブモデルのりんですっていう感じで出されるのかなと思ってたんですけど、まさかのまさかの自分たちのチャンネルができると思ってなくて、ちょっとびっくりする反面嬉しかったですね。あとは最初の YouTube の撮影は、僕は何回も何回も言ってるんですけども、みんな声が高い高い、しかも精査してるし微動だにして、まあ今ソファあるんですけど、まだソファがない時はもうなんか姫かなんかみたいな、今との差がすごいです。でも今はいい意味で緊張も解けてて、みんなとも打ち解け合ってて、結構いい雰囲気だなと思っています。そしてロケもたくさんやって、ロケなんか私やったことなくて、しかも YouTube 撮影で原宿歩いてとか初めてだったので、原宿自体も初めてに近かったぐらいだったんですよ。東京に来る機会もこのピンクラテの撮影でやったので、それまで本当に全く東京に来るっていうことをしたことがほぼなかったので、すごいドキドキしてたんですよ毎回。でロケも人が周りにいっぱいいるっていう環境の違いとかと、音が結構周りすごいので声張って喋らなきゃいけないとか、歩きながらなんでカメラを意識しながらっていうのも結構大変でしたし、まあそれ今も課題になってるんですけど、大変でしたね。ロケでもみんなとの仲が深まったなと思って
ってやっぱロケみんなが協力しないと成功しないじゃないですか。だからそういうところで結構意見出し合ったりとかしてみんなで成功に導くように頑張ったのがとても楽しかったです。あと知名度調査は初めてやった時は1桁で次は2桁頑張って目指そうみたいな感じのことと結構言ってたりとかして、今はもう20組以上も声かけていただくことができて、普段スタジオで撮影してるとスタッフの皆さんと私たちとだけで撮影してるので、一歩外に出てみるとそういうところで自分たちの成長を感じられたりとか、まだまだだなって思ったりとか、そういうのをいっぱい感じられるので、知名度調査とか自分の中でも結構ドキドキしながらっていう撮影でした。あの時はピンクラデですよって言いながら歩いてたのが懐かしいなと思ってて、今考えたらちょっと変な人たちですよね。私たちはもちろん YouTube もやらせてもらってるんですけど、ウェブモデルなのでピンクラテのウェブの撮影もあって、ささげ撮影っていう風に呼んでるんですけど、その撮影では1日に何十着とか何十コーデとかバーって着替えて着替えて撮って撮ってみたいな感じとかしたりしてるので、体力も結構必要ですし、ポージングとかも大変で、ささげっていうのはウェブに載せる用の写真で服を見せるのがメインだったりするので、服を綺麗にあんまぐじゃってなったりとかしないようにっていうのは気をつけたりしますね。最初の方とかはガチガチに緊張しすぎてニコって笑う時とかはなんかみたいな、カメラマンさんとかヘアメイクさんにも「えゆらり緊張してる?」って言われて、毎回「まだ緊張してます」みたいな感じで言ってたので、今となってはもう変な緊張感も解けて、必要な緊張はまだあるんですけど、枚数もたくさん撮るので結構私半目になることが多くって頑張って目開けてたりとかっていうのは自分の中であります。そしてモデルとしてっていうところで、 YouTube では YouTuber っていう肩書きというかでやらせてもらってて、 YouTube はこう動いて声出してっていう感じじゃないですか。でもささげ撮影は写真のみなので、動いても声出しても届かないので、ポーズだけで皆さんに届けるっていうのが結構大変でした。年明けぐらいでしたっけ、2年前のくりももちゃんが卒業しますっていう報告をいただいて、最初びっくりしました。えっって思って、なんでもう卒業しちゃうのみたいな、そんな制度があったの。くりももちゃんってその一番最年長っていうこともあって、結構みんなを支えてくれたりとかしてくれた存在だったので、本当に不安が一番でした。くりももちゃん卒業しちゃうってことは私最年長みたいな感じのプレッシャーだったりとか、私が大丈夫かなみたいなことと結構思ったりもしてたので、でもくりももちゃんは女優っていう夢に向かって頑張るって言ってくれたので、私たちもピンクレ TV としてみんなもそれぞれ個人としてもっと頑張ろうっていう気持ちにもなりましたし、全然悲しい別れではないので、希望に満ちた別れというか、そういう感じでした。私が最年長になるっていうことで本当に不安でした。今まで私は上から2番目っていう感じだったので、自分が仕切ることもあんまりなかったですし、いつもくりももちゃんに頼っちゃってばっかりで、最年長として自立しなきゃっていうのと、あと新メンバーが2人いない子が来るって感じで、4人になるってことは私はじゃあ4人を頑張って仕切らなきゃいけないって思ったりとか、動画の中での振りだったりとか言葉の言い回しだったりとか結構難しいところがいっぱいあって、5人いると結構わちゃわちゃしちゃうんですよ。そこをはいっていう風にまとめたりとかっていうのが大変で、最初の方もやってみようとしたけどうまくできなくて、やってみたって自分で思ってて、後から動画見返したら全然できてないとか、なんかそんなのいっぱいあったので、もっと研究が必要だなって毎回思いました。やっぱくりももちゃんがいた4人のピンクラ TV と、私が最年長になるピンクラ TV と違うと思うので、くりももちゃんが卒業しちゃった時に今までにない新しいピンクラ TV になろうっていう風に思ったので、そういうところではユナイコもすっごい個性強いじゃないですか。だからそういうところとか姫アリの個性とか活かしながら、今の私たちらしいピンクラ TV とか、私たちにしかできないピンクラ TV をやってこれたかなって今のこの空気感というか、そういうのは前のピンクラ TV では多分出せていなかったと思うし、逆に前のピンクラ TV の空気感は今のピンクラ TV では出せなかったと思うし、その時にしかないものを切り開いていくっていうのがすごいなんか楽しかったなって思います。毎回毎回撮影でいろんな発見したりとか、改善点見つけたりとか、今度こうしてみようとか、このツッコミ面白いかもとか、そういうのをいっぱい考えながらみんなでやってたのがとても思い出です。
クリモちゃん抜けちゃう、3人になっちゃう、2人入ってきます、5人になっちゃう、頑張らないとっていう風に結構思ったりとかしてて、どんな子かも知らなくて、どんな子かなっていうのを自分の中で想像したりとかして、頭の中でシミュレーションしてたりとかしてたんですよそしたら石山由子ちゃんと松本ひなちゃんだよっていうのを聞いて、ひなちゃん同じ名古屋の子で、あ、名古屋の子だみたいな、すごい嬉しくて、エコちゃんもニコプチの専属モデルって私知ってたので、あ、ニコプチのエコちゃん、みたいな、ちょっとドキドキしたりとかしてました。多分2人は動画内での私たちしか知らなかったりとかしてたと思うので、いろんな気持ちがあったと思うんですよ。頑張りたいし、ワクワクしてるし、緊張してるし、不安だしっていう、いろんな気持ちの中で撮影に向かってくれてるっていうのを私は思ってて、そういうところで優しくあったかく接してあげることって本当に大事だなと思って、結構気をつけたりとかはしてて、でもお菓子パーティーとかしてた時に、あ、絶対大丈夫だってなんか思ったんですよ。この2人なら絶対大丈夫だなって私は思って、そっからは結構安心っていう気持ちも出てきたなって感じです。普通になんか素で楽しんでましたね。笑顔って大事じゃないですか。その笑顔を絶やさないこととか意識してはいたんですけど、意識しなくてももう自然に笑ってました、ずっとっていう感じでしたね。ここ2年一緒に頑張ってきた姫香とアリアは、後輩が入ってくるってなって2人も絶対緊張してたと思うし、私もしてたんですよ。2人が入ってきて、私が結構仕切るのが苦手だったりとかしてて、言おうと思ってるけど言い出せないみたいな時とかたまにあったんですけど、そういう時とかに姫香が気づいてすかさずフォローしてくれたりとかっていうのがすごいなんかありがたくて、そういうフォローがあっての動画成立したりとかっていうのがすごいあるんだなっていうのを改めて感じたりとかして、でアリアは今まで一番年下だったのが下に入ってきて、多分頑張んなきゃっていう意識がより強くなったのかなっていうふうに思ってて、前のアリアとかと比べて最近はちゃんと意見言ったりとか、お姉さんらしいことをしたりとかっていう感じで成長を感じました。先輩みたいな感じなんですけど、成長したなっていうのも明らかに出ててすごいなって思います。帰りの新幹線とかでも3人で話して帰ったりとかすっごい楽しいです。大阪と名古屋なんで、はい。2年間過ごしてきて楽しかったことで言ったら数え切れないぐらいあるんですよ。もう毎回の撮影ずっと楽しくて、楽しくなかった日はないです。全部楽しかったです。みんなで入れることが私は本当に一番楽しいなって思ってて、楽しいし嬉しいことだなってすっごい自分の中で感じてて、限られた時間の中でそれぞれのところが集まってきて一緒に撮影してまた帰るっていう感じなので、毎日毎日会えるわけでもなくて、だから本当みんなと過ごせる時間を大切にしていきたいなっていうふうに思って、海峡の撮影が濃いものになりましたので本当にずっと笑ってましたチャンネル登録者数とかも最初は自分たちしか登録してないぐらいの人数だったのが、今ほど6人のファンの皆様にチャンネル登録をしていただけて本当に嬉しく思っています。改めてありがとうございます。また卒業式の時にたくさん皆さんに思いを伝えたいなと思っております。あと残り数本ですね、私動画出させてもらうのでぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。改めて2年間ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。